お世話になっております。メイクラゴジさんです。今回は海外などで見る買い物袋のサンキューバッグ風のラグを作ってみたいと思います。線が細かい部分は1ラインしか打てないと思いますので、線の存在感を出すために3本取りで打っていきたいと思います。では作っていきたいと思います。今回はこのラグを作りました。また細かすぎる絵柄にしてしまってうまく打てない部分があったので、今回もう仕上げカットでごまかしました。それよりもシワや影を表現したくて部分的に色を変えたんですが、毛糸の色の選択ミスで自分的にはいまいちな出来になっちゃいました。またいつかリベンジしたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。